私が速くなればクロールが本当に楽に感じます。それでは行きましょう。どうもセリカです。今日の動画はクロールのコツ、進まないキックが激変、バタ足を楽に泳ぐ泳ぎ方へということで、今回はクロールのバタ足について詳しくご紹介していきます。バタ足が苦手な方多いのではないでしょうか。私も結構バタ足は苦手な方です。キックは好きなんですけど、バタ足は苦手です。はい、ということで今回はバタ足を速く楽に泳ぐための2つのポイントをご紹介するのと、動画の後半ではその練習法を2種類ご紹介していきますので、ぜひ動画を最後までご覧ください。この動画を通じて皆さんのバタ足がどん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 速くなれれば嬉しいです。レッスン生を募集しています。それではまず通常のクロールでバタ足をご覧ください。はい、結構早いですね。皆さんは普段どんな意識を持ってバタ足を打っていますでしょうか。まあもうバタ足は進まないから、逆にあんまり打たないでクロールを泳ぐっていう方もいらっしゃるかと思います。何人か私は今まで見てきましたね。まあその反面、バタ足が速くなればクロールは楽になるんだという意識がある方はね、バタ足をね、もうめちゃくちゃ練習して、練習しまくるんだけど、もう全然うまくなれないという方も結構いらっしゃいますね。それでは次に間違ったバタ足のやり方を見ていきましょう。こちらですね。この方の泳ぎでバタ足どうでしょうか？皆さんから見て綺麗ですかね？下手ですかね。はい、では水中から見ていきましょう。本当にこのバタ足はもうよくある間違ってるバタ足ですね。よく見かけます。皆さんもよく見るのではないでしょうか。それではスローで見ていきましょう。2つポイントを解説していきます。バタ足は基本的には簡単ではないです。やっぱり難しい泳ぎの一つには入るんじゃないかなと思います。結構その泳ぎの中でもエネルギー消費の大きい動きだし、その一回のキックに対しての推進力が結構少ない方だと思いますね。だからまあバタ足やればもちろんダイエット効果もあるので、痩せたい方はぜひねやってみてください。はい、ということで2つのポイントですね。まず1点目、膝打ちキックをやめることです。で、膝打ちキックをやめるためには足の付け根からキックを打つことですね。そして2つ目のバタ足のポイントとしては、足の甲で水を感じていくことです。この方結構そこの点はね、上手にできてるんですよ。足の甲が下を向いてるのが分かりましたでしょうかね。それでは次に正しいバタ足で2つのポイントを見ていきます。これだとちょっと早いので、次でスローで見ていきます。はい、それではスローで見ていきましょう。基本的にそのバタ足でよくあるのが、あんまり膝曲がっちゃいけないんじゃないかってよく言われるんですけど、バタ足で別に膝は曲がっていいです、軽くなら。で、曲がっていい条件としては、やっぱりしっかり足の付け根からキックが打てていることが条件になります。今この足の付け根を見ていただくと分かるんですけど、少しだけど動いてるの分かりますかね。はい、この程度でいいんで、足の付け根からまず足を動かすっていう練習をしなければいけません。やっぱり普段この足の付け根を動かすっていう意識がそんなにないっていうか、そういう意識で運動をするとかってそんなにないんですよ。なので、あえてバタ足をうまくこう付け根から動かして、バタ足をきれいにやるためには、付け根から動かす練習をしっかりと行わなければいけないっていうのが1つ目ですね。この後その練習方法もご紹介していきます。
そして2つ目のポイントで大事なのは足の甲で水を感じること。はい、足の甲ちょっと注目していただきたいんですけど、足の甲ちょっとグーって水圧が感じているの分かりますかね。少し逆側に曲がっていますね。それぐらい水を感じられたらもうベストなので、次で、その練習方法をご紹介していきます。はい、ということでまずは足の甲で水を感じる練習方法ですね。もうすごい簡単なんですけど、歩きながらこのように足の甲でお水を前に押してください。イメージはサッカーボールを蹴っているような感覚ですね。お水のボールを足の甲でポンと前に蹴るような感覚ですね。そんなイメージで歩きながら足の甲でお水を押してみてください。で、もし足の甲でなかなかお水を感じられない、なんかよくわからないという方は、ちょっと角度を調整してみたり、速さを調整してみたりしてください。人によってそういうのがバラバラなので、ご自身で研究しながら歩いてやってみてください。そして二つ目ですね。膝曲げを防止するための足の付け根から動かす練習ですね。これはもう皆さん一度はやったことあるんじゃないでしょうかね。プールサイドに座って、お尻の後ろに手を置いた状態で足をバタバタして練習していきます。で、この時も意識してほしいのは一つだけで、足の付け根からしっかり動かすことですね。上から実際に見るとこんな感じですね。膝も軽く曲げていいです。できる方は足の甲もね、ちょっと意識してやってみるといいと思います。はい。そして、これを皆さんにお伝えしたかったんですけど、なかなかやっぱり足の付け根から動けないって方多いんですよ。どんなに意識してもね。で、その時の一つの、小手先って言ったら小手先なんですけど、ポイントは足をちょっと内股にしてみてください。そうすることで結構足の付け根が動かしやすくなるんですよ。これちょっとしたテクニックなので、足の付け根から動かす感覚がなかなかわからないっていう方は、足をね、ちょっと内側に向ける。向けた状態でキックを打ってみると、普通の時よりも足の付け根が動かしやすくなると思うので、ぜひやってみてください。はい。そしてね、足の甲を意識できる、そこまで余裕があるっていう方は、この足を上げた時に、水のこの水流みたいなの、ジャグジーみたいなのできてるの見えますかね。これを作るのをちょっと意識してみてください。これが山がね、大きくなればなるほどしっかり水を蹴れてるってことなので、その加減が自分でできるように、コントロールができるようになるまで、ぜひこのプールサイドでの腰掛けキックを何度も練習してみてください。これさえできるようになればバタ足が本当に変わります。これができない方がやっぱりバタ足遅いので、ぜひこれを練習してみてください。ということで以上がクロールのコツ、進まないキックが激変バタ足を楽に泳ぐ泳ぎ方へでした。いかがでしたでしょうか。ぜひこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いいたします。そして皆様、私のチャンネル登録者数が9000人に突破しました。ということで、今週の日曜日8月28日日曜日の18時から19時で、こちらのチャンネルでライブ配信を行いますので、ぜひ時間がある方は来てください。